30歳になるまで考えてもみなかった。平凡な俺の人生に、俺自身にこんな魔法がかかるなんて。お前今いくつよ。明日で30ですけど。もっと危機感持てよ。30過ぎても童貞だと魔法使いになっちまうんだぞ。魔法使いってそんな都市伝説信じてるんですか。黒沢雄一、表彰いたします。営業部のエースで5年連続成績トップを死守。上州家も女州家も最高の爽やかイケメン。同期であることと性別以外は共通点ゼロの男。もし俺に黒沢の要素が1個でもあったら、いや、ないものねだりはやめよう。じゃあせめて、もし誰かに心の底から好きだって思ってもらえてることが分かったら、グッバイ20代の俺、おはよう30代の俺。遅いな。遊びなんだ。会社行きたくない。なんだよ。どうなってんだ。まさか俺本当に魔法使いになってる。こういうやつは10代で童貞卒業してんだろうな。あ、やべ、ついてるな。まさか朝から会えるなんて。え、あんまり見ると怪しまれるな。うわ、こいつ会社に好きなやついんの。モテオブモテを極めた黒沢に好かれるラッキーな子は。めっちゃドキドキするんだけど。てか心臓の音、足立にバレてないかな。俺、あとうなじのほくろめっちゃエロい。あー、やばいやばいやばい。ちょっと、こいつの思いはガチ。黒沢、俺に何を求めてるんだ。まさか襲われる？嫌だよな普通男となんてな。ごめんな、好きになって。嫌じゃなかったよ。お前のことさ、そこから好きになるのに時間はかからなかった。しょっちゅう寝癖がついてて、仕事は丁寧で、普段は無表情だけど、笑うとふわっと柔らかい雰囲気になって。俺お前のこと好きなんだって。俺たち男だし、同期でいた方が楽だし、俺黒沢が好きだ。減らしたくなっても もう話さないけど。おおって心臓の音早い。言葉にならない黒沢の思いが流れ込んでくる。お、黒沢さん付き合ってる。聞こえるまで何度だって言うよ、君が好きだ。